「ニュースしゃべりの講師木曜日大阪出しバージョン」。ちゅうことで相変わらず「あ痛いんですよこれねもうこんだけ経つからよく聞かれるんですえいつぐらい治るんですか <laughs> 俺が知りたいわそんなもん」っていうもう一言で言うとそういうことなんでございますが分かんないんですよ個人差あるみたいでね私まだねあの痛いんでもうちょっとまた次3回目外れたらシャレにならないので。 とかここから、まあ、まあ実際痛くても、肩より上手,手上がらないのは上がらないですよ。だからね。シャンプーとか困るんですよ。うん、こうやったらね、できないですよ。これはね、うん。あ、そういえば最近あの糖尿病で、あのぴっかり投法って、うん。ご存知かな佐野さんっていうね、有名なピッチャーの方、右投げのピッチャーの方なんですが。この方が、あの糖尿病で右腕切断されたというのが最近ニュースになってまして。 うん糖尿病怖いなと私はまだなんだかんだ言いながら肘から下は動きますからね、まあ、これ動くだけでだいぶ違いますからピアノでこっち行けないんですよね今やってるショパンの曲はこの横移動がやたら激しくていや無理昨日実はピアノの日で先生今日は左だけやっておきますか」って言われて左だけでもねこれでもう3週目ぐらいになってますから 左はこれどんどんん鍛えられるなんか左今まで使ってなかったことで左手使うんで脳が活性化されてこれはいいかもしれないですねこれはこれでねま。まさに怪我の功名だったらいいなと思っておりますがそう今日は喋り残しで結構いろんなもんがあります。ヨーロロッパ中部のス,ロバ,スロバキこれも昔の教育を受けた人は「どこそれったんですって。 昔あのほら我々の頃はチェコスロバキアっていう曲があったん曲じゃないチェコスロバキアっていう国があったんですが、えー、これがあの西側のドイツフランスに近い方がチェコでこれ独立してですね東側が、えー、スロバキアチェコスロバキアは別々の国になっちゃいましてチェコとスロバキアとその東側の国ですが、えー、フィッツォ首相というのが銃撃されましたこれちょっとね 不可解な点がいくつかあるのは首相でものすごい厳重な警備を敷いていたのに何発も撃ち込まれてんですよ。で一命は取り留めだというニュースなんですがそんな何発も、うん、であの現場で犯人取り押さえられてるんですけども何発も最初の一発で普通は取り押さえられるだろう。日本でも 安倍さんの襲撃の撃時に2発発射してますから、ねまあ日本の場合はまあ油断してるっていうかまさかそんなもん銃撃なんか起きないだろうと踏んでますがヨーロッパ普通に銃撃ありますからねそうすると何発も発射される間取り押さえられなかったっていうのが不思議だなというのと、えー、やっぱりあのこの間あの中国の習近平というトップがですねヨーロッパ歴訪した時にあの時には。 えー、ハンガリーとセゴビアかなんか,ったのかなん、まあ、いわゆる旧東ヨーロッパですよ。まあ、いずれもあの我々の教育世代では学校教育の中では習わなかったような国があの東側、まあ、だから旧西ドイツより東側ですねいっぱいある旧東ヨーロッパですが右後、まあのタケノコのようにいっぱい国がユーゴスラビアなんか解体されてできたんですけどもどうもやっぱりあの1945年第二次大戦が終わった後に まあ、あのソ連崩壊をいつとするか、まあ、東ヨーロッパの崩壊を、まあベルリンの壁の崩れたんタイミングとしても90年前後だから35年ぐらい実はしか共産権じゃなかった地域なんだけれどもやっぱりその後民主化してもですね民主主義定着しないですね東ヨーロッパ。あの今回もこの 銃撃された首相というのは、まあ、いわゆる最近権威主義という言い方しますけども私なんかも全体主義とかって言いやいいのにと思うんだけども今も全体主義とかって言わずに権威主義という言い方するんですがまあ一つの権威主義国家でやっぱり共産主義に40年近く統治された国々ってなかなかまともな民主主義国家としての歩みが開始できないでいると。ただねねその民主主義国家も、ね おいおいと思うのは今日その2番目のニュースにこのようやつがあったんですよ南太平洋のフランス領ニューカレドニアでは暴動が続いていてフランス政府は15日非常事態を宣言しました現地当局などによると憲兵衛ら4人が死亡しおよそ130人が逮捕されたということですニューカレドニアって言うとですねこれも我々の世代だと原田智代天国に一番近い島という映画があったんですけどあれ確か舞台がニューカレドニア 行きましたよ私ニューカ,カレドニアわざわざもう天国に一番近い島に憧れてめちゃめちゃ物価高いので私が行ったのはもう10年以上前ですがそれでもですねニューカレドニアのフランス料理店なんか入ろうもんなら1人当たり4万円とか踏んだくらいだったりなんかしてその当時でそれですからまだ縁が強かった時ですからね今辺り行ったら1人10万円ぐらいするんじゃないかと思いますがとんでもないことになってますが。 ただ思うんですよ地球を半分回ったところに今どき植民地じゃないだろうなんでニューカレドニアが揉めてるかというとですねやっぱり独立運動が高まってるんですねでどうも今回フランスが法律かなんか変えてですねニューカレドニアに住んでいるフランス人にニューカレドニアの地方選挙の選挙権を与えるみたいなことを。 そんなことすりゃもうあのニューカレドニアの人たち刺激するに決まってんじゃんみたいなやっぱりちょっと今南太平洋いわゆる太平洋の島し国って今続々あの中国に近づいてきて別それは別の問題が発生してるんですがでもいえやあのミクロネシアにしろマーシャル諸,あーマーシャル諸島はちょっとまあ別,の別だなパラオにしろサモアにしろキリバスにしろナウルにしろトンガにしろフィジーにしろバヌアツにしろ みんな独立してそれぞれの国になってたりなんかするんだけどこのフランス領ポリネシアとフランス領ニューカレドニアとこの辺り地球ぐるっと回ったいわゆるかつての植民地主義時代の遺産が色濃く残ってるわけですよ。ほいで独立運動がちょっと最近、えー、熾烈になってきて中国はフランスの本土は抑えにかかると。 で今回まあ殺人に至る反政府運動というか反フランス運動私はもう地球反対回ったところにあの植民地主義時代の残り残死みたいなものを継続していくのは無理だろうと独立させてやれよとこう思うんだけどなかなかね国際社会の足並み揃わないですよそういう意味じゃフランスってむちゃくちゃですよね。 多分私の記憶で言うと一番最近まで中でももうだいぶ前ですが、えー、水爆実験をフランスがやってましたからね南太平洋でふざけんなよとだから日本のあの例のうん原発処理水どこの話じゃないですからもう核爆弾それも水爆を、えー、水,の水辺で破裂させまあ日本でもあの、えー、たまたま通りかかった漁船が被爆して。 人がが死ぬみたたいなことが起きましたけれどもそんな地球反対回ったところの植民地の南太平洋で水爆実験やらかすとかねフランスってとんでもねえ国だったりなんかするっていうそういう側面はあると。やっぱりフランスフランス領ニューカレドニアっていうと天国で一番近い島みたいなこういう日本では扱いになるんですが実は独立運動が燃え盛ってて今回まあ数人がやっぱり 死亡するるとという事態になっているともうそろそろ19世紀ああいう時代のですね植民地主,主義みたいなものは世界的に終わりにした方がいいんじゃないのでもまあそれを言い出すと例えばポークランド紛争とかね南南米の一番南のところのアルゼンチンのこっちのちょっと小さな島があるんですがイギリス領だったりなんかしてここをあのアルゼンチンが取りに行ったら。 まあ、イギリスが軍艦派遣してですね結果この時はイギリスが勝ちましたけどね、あのー、フランス製のエグゾ製なんていう地対艦ミサイルみたいなものを逆にアルゼンチンをボンボン発射してイギリスの軍艦沈めたりなんかしてもう地球ぐるっと反対回ったようなところにある植民地はもう権利を主張するのをやめなさいと私なんかは思います。さてあ 自民党の二階元幹事長の三男信康氏が次の衆議院選挙の和歌山新日区から立候補する意向を固めましたそれってもう報道されてるじゃんって話なんですが和歌山新日区では元和歌山県議の楠本文郎氏が共産党公認で立候補する意向を示しています最大の焦点はここの流れで名前が出てこない世耕さんですよ前あのオンエアでちょっと解説しましたけれども つい最近自民党の総務会長あたりがですね世耕、えー、さんは今、まあ、あの自民党を離れましたが、まあ、例の菊爆問題でね、えー、離党勧告かなんかっていうあの時にもう世耕さん自分で自民党辞めます今も無所属なんです。でこのままいくと今度の参議院選挙は、えー、無所属、うん、まあ建前から言えば自民党は自民党公認の候補を別に立てるととそうすると無所属の世耕さんと。 えー、自民党が新たに公認する公認か推薦かまあ多分公認するだろう人物と対決というのはもうしないともうだから世耕さんが次の参議院選挙に無所属で出る場合に参議院の和歌山選挙区には自民党の公認候補を立てないよっていうようなことを総務会長が最近言ってニュースになったんですがこれ謎解きをすると要するに次の参議院選挙でおとなしくしてりゃ 参議院選挙で対抗馬資格は出さないけれどももめんなと多分これ二階さんの意向が働いてるんじゃないかなと私なんかは考えます。え要するにとにかく二階さんとしては息子を新和歌山2区で立てるに際して最大の敵は共産党じゃないですから最大の敵は参議院から衆議院くら替えを狙っている。 世耕,さん世耕さんが無所属で、えー、和歌山の衆議院新日区に出てきたら和歌,山あの和歌山を舞台に世耕対二階の激突骨肉の戦いになりますからなんとか衆議院の暗ら替えはやめてその代わり次の参議院選挙で自民党は大抗は立てないからっていうなんか本当政治の世界って地味猛魎の住むところだなと。 つくづくづ思いいますす、はい、第3者面白いですよね若 <laughs> 山新宿で二回大瀬効果見てみたいな。とえ私なんかは思うのでありますが当事者は今必死ですね、はい。ってなこと言ってるうちに、はいえー、ちょっと私次また今日 ABC に万博ラジオと ご清聴ありがとうございました。